平野紫耀さんが前回の CM を卒業されてから、液体無比の CM に新しい顔ぶれが登場したとき、正直、寂しい思いをしました。平野紫耀さん、あなたは再び、無比シリーズのイメージキャラクターに就任されたとのこと、おめでとうございます。その嬉しいニュースを知って、私も心躍ります。数年前、私は虫刺されに悩まされていました。ある夏の日、友人とキャンプに行った際、 虫に刺されまくってしまいました。その時、手元にあったのが、液体ムヒエスでした。助けを求め、それを使ったら、驚くほどかゆみが収まり、快適に過ごせました。その後、液体ムヒは、私の夏の必需品となりました。猛烈な夏の日差しとともに、虫の群れが襲ってくる、そんな季節には、心強い味方が必要だ。日本の夏といえば、汗と虫刺されの季節であり、その応急処置として広く愛用されてきたのが、 無非シリーズの商品だ。平野紫陽さんが前回の CM を卒業されてから、液体無非の CM に新しい顔ぶれが登場した時、正直、寂しい思いをしました。でも、今年はまた一緒に花火を楽しんだり、キャンプに出かけたり、夏の思い出を作りたいと思っています。その夢が叶うことを知って、とても嬉しく思います。平野紫陽さんが無非シリーズのイメージキャラクターに再就任されたことは、ファンにとっても朗報です。 CM に起用されるたびに、商品がさらに広まり、多くの人々に届くことでしょう。ジャニーズから退所した後、平野志耀さんはテレビに出る機会が減ると思われていました。しかし、その心配は杞憂に終わりました。逆に、彼の知名度はますます高まり、CM のオファーが舞い込んできたのです。顔も実力も努力もありますが、やはり強運の持ち主なのかもしれませんね。 事務所を移籍してから再び起用されるのは、平野潮さんの魅力があるからこそです。彼の快進撃はまだまだ続くでしょう。2年ぶりの再就任に際し、平野は喜びを口にした、液体ヒ比スとムギアルファ e x シリーズのイメージキャラクターに2年ぶりに就任できて、とても嬉しいです。僕にとっても欠かすことができない商品で、特に夏は虫が多いので、お世話になっています。 皆さんも夏は外で過ごすことが多いと思いますので、そんな時は、ぜひ、液体ムヒ S、無比 αEX シリーズと一緒にお出かけしてください。と、彼は語った。その上、最近では CBD、カンナビジオールが含まれた製品も注目を集めている。CBD は抗炎症作用があり、かゆみや痛みを緩和するとされている。これらの製品が増える中で、消費者はより多様な選択肢を手にすることができるようになっている。 さて、平野の再登板が、無非シリーズにどのような影響をもたらすのか、今後の展開が注目される。彼の持つ人気と知名度は、商品の宣伝効果を大きく後押しすることだろう。一方で、他の選択肢も増える中で、液体無ムが依然としてトップを走り続けるには、どのような戦略が必要なのだろうか。この素晴らしいニュースに加えて、大手ファーストフードチェーンとの噂も聞こえてきます。 これから、ますます、平野紫耀さんを見る機会が増えるのは嬉しいことですね。CM に起用されるたびに、平野紫耀さんのファンは増え、商品の知名度が上がります。彼の快進撃をこれからも注目していきたいと思います。最後に、平野紫耀さんには、ムヒシリーズのイメージキャラクターとして、ますますの活躍を期待しています。夏の思い出作りには、ぜひ液体ムヒをお供にしてください。 皆さんは夏の思い出作りに必需品は何ですか平野史洋さんの CM を見てどんな思い出が蘇りますかぜひコメントをお寄せください。これからの夏、皆さんはどのような対策を考えているだろうか液体無比以外の方法を探求することも新たな夏の冒険の一部として捉えることができるのではないだろうか